ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。2月13日スカイハイさんが代表取締役を務め、 BE:FIRST などのアーティストが所属する BMSG が音楽業界を持続不可能にしないための提言という文章をウェブサイトに公開しました。めちゃくちゃこの提言長いんですけど、説明欄にリンク掲載してますので、ぜひ目を通していただきたい。ただやはりめちゃくちゃ長いので要約しますと、現代の日本の CD ビジネスには課題がある。特に CD の大量購入は大きな問題だ。4月に発売される BE:FIRST の新しいシングルで問題解決に向けたアクションを起こす。具体的には製造段階からプラスチックの使用を減らす、 CD に様々な特典をつけるのをやめる、そういった内容です。この提言を読んでスカイハイよく言ったぞと、そういうふうに思うか、どの口が言ってるんだ、虫が良すぎるぞと思うのか、あなたはどう思いますか？僕は前者です。 BMSG のアクションに賛同し、それに続くレーベルやアーティストが現れること、そして日本の音楽業界が CD ビジネスから卒業することを願っています。今日は音楽業界の端くれの端くれにいる人間として、日本の音楽業界 CD ビジネスの課題とは何なのか、BMSG の提言にどんな意義があるのか、などお話ししていきたいと思います。ぜひ動画最後までご覧いただき、皆さんのご意見ご感想コメントで、お聞かせください。このチャンネルは音楽愛好家音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。チャンネル登録5万人を目指して頑張っています。有意義な動画有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずスカイハイさんが提言の中で指摘している現代の CD ビジネスの課題について噛み砕いていきましょう。スカイハイさんは90年代から変わらない利益の分配構造、予算の割り当て、 CD 売り上げを指標に設定される目標、 CD ゴミが環境に及ぼす悪影響、この4つを提言の中で課題として挙げています。90年代から変わらない利益の分配構造、そして予算の割り当て。この2つの課題っていうのは、詰まるところ、必要な人や部署にお金が十分に行き渡っていないということですね。逆に言うと、お前もはや現代の音楽作りに貢献してなくない？貢献度低くない？っていう人や部署にお金が回ってしまっていると。スカイハイさんはそう感じている、ということになると思います。 CD 売上を指標に設定される目標、 CD に収録される楽曲音声はデジタルデータで、高速なインターネット通信が普及した時点で CD のものとしての価値っていうのはぐっと下がってしまったんですね。なぜなら CD に収録されているものと同じ、またはそれ以上の高音質な音声っていうのをダウンロードやストリーミングでいつでも気軽に手に入れられるように、楽しめるようになったから。音楽 CD というものはそこに収録される音楽の質に関わらず消費者にとって価値が低いものになった、つまり売れにくいものになったと。にもかかわらずレコード会社やレーベルが CD を何枚売ってくださいとか CD が何枚売れたからという指標でビジネスをしているのは問題なんじゃないかっていうことですね。最後、 CD ゴミが環境に及ぼす悪影響。物としての価値が下がった CD の売り上げをグッズやイベント参加券抽選券などの特典をつけて維持しようとした結果、個人による CD の大量購入が進み、価値が限りなくゼロに等しい何枚目か以降の CD がゴミとして破棄されるようになってしまった。これは良くないよねと。4つの課題っていうのは独立したものではなく相関関係があるので、まずは4つ目の課題クリアに直接的につながるような取り組みを僕らはやっていきますよと。責任や影響力を持つアイドルやアーティスト、レコード会社や事務所や関係各社もこの問題をもっと真剣に考えてできることからやっていきませんか、というのが今回の提言なわけです。次に、日本の音楽業界が
CD 売り上げに固執する理由について考えていきましょう。大きく2つの理由があると僕は思っています。1つ目はダウンロード、ストリーミングに比べて CD の方が利益率が高いという理由です。そして2つ目は CD というものを作ること、流通させることで生計を立てている人たちがいるという理由。1つ目の理由について、音楽を作るには、音楽エンターテインメントを作るにはお金が必要です。まあ、お金をかければかけるほど質が良くなるかと言われればそうとは限りませんが、良い作品、面白いコンテンツはやはり、ある程度、作るのにお金が必要です。ダウンロード、ストリーミングによる収益っていうのは音楽業界の外側に位置するプラットフォーマーの設定によって決まるので、1990年代の CD バブル期とまでは言わずとも、音楽業界の内側で価格や利益率を設定できる CD が売れ続ける方が収益の面では都合がいいわけです。でも現実問題、 CD っていうのは売れなくなってしまった。それは先ほども説明しましたが、 CD のものとしての価値がぐっと下がってしまったから、これからも売り上げが V 字回復する見込みはないだろうと。じゃあどうするとなった時に、日本の音楽業界はコピーコントロール CD を導入したり、特典商法を過激化したり、問題に真正面から向き合うことをせずに、その場しのぎの選択を取り続けてしまった。二つ目の理由について、お国柄というか国民性というか、良くも悪くも日本社会っていうのは、あなたたちの仕事はもう明日からありませんよみたいな、ドラスティックな改革っていうのは起きないんですね。価値がどんどん下がっていく、下がり続ける未来が確定している CD というものの製造流通に関わる人たちがスムーズに淘汰されなかった。まあ実際の現場ではもっと複雑な関係性と綱引きが存在していると思いますが、まあ簡潔に言ってしまえばそういうことだと思います。業界全体として15年から20年くらい、時代を読み違え選択を間違え続けたしわ寄せが今に来ているということです。スカイハイさんは、変えるのは僕らの世代だ、僕たちにはその責任があると、そんな風に思ってるんじゃないでしょうか。今回の提言は音楽業界を持続不可能にしないための提言です。それはつまり4つの課題を放置すると音楽業界が持続不可能な状態になってしまうと、そういうふうにスカイハイさんは思ってるってことですね。4つの課題のうち、今回 BMSG が具体的なアクションを起こし、明確にノーという考えを示した CD の大量購入について考えてみましょう。 CD の大量購入が行われる現状を放置すると音楽業界が持続不可能になってしまうんでしょうか。CD が売れ続けることは収益の面からは望ましい、さっき説明しました。ですが CD 自体にもはや価値はないのですから、 CD 大量購入の動機となっているのは応援しているアーティストのグッズが欲しいとか、特典会に参加したいとか、活動に貢献したいといった推しに対する愛でしかないわけです。個人の大量購入による売り上げに頼る、推しへの愛に頼る、それでは何かのきっかけでその愛が冷めてしまったらおしまいです。人気商売になりすぎてしまうことっていうのは、持続させるという観点では非常にリスキーであると。また、持続させるには愛を注がれるコンテンツっていうのを、次から次に作り続ける必要があるわけですが、仮にそれができたとして、その業界っていうのはもう音楽業界とは言えないんじゃないか。なぜならすでに愛を効率的にお金に変える仕組みっていうのは音楽以外の要素によって成り立っているからです。スカイハイさんは実業家である前に一アーティストであり一人の音楽愛好家であると。音楽の力が、作品の力が人々の心をつかみ多くの人に幸福感を与える、そんな光景を理想に描いてそのコミュニティに貢献していきたいというふうに願っているのでしょう。だから音楽業界が音楽業界として持続するために CD ビジネスの課題をクリアしていきましょうよと、そういう考えに至るんだと思います。今回の提言を受けてどのような立場の人たちがどのような感情を抱くのか、
想像してみましょう。まずは BMSG 所属アーティスト、中でも BE:FIRST を応援しているファンの皆さん、先日行った、生配信でファンの方の声っていうのをいくつか聞けたんですけれども、ファンの総意ではないものの、今回の提言に理解を示し、CD の大量購入は今後控えようっていうふうに考えている人が多く感じられました。スカイハイさんが示す道についていくよっていうことですね。次に、そもそも CD の大量購入なんてしたことない、なんなら今はもう CD なんか全然買わないよっていう音楽好きの皆さん、 BMSG 提言何それって感じだと思うんですけど、運よくこの動画にたどり着いて、ここまで動画を見てくださった音楽愛好家の皆さんには、ぜひ BMSG が起こすアクションっていうのを温かい目で見守っていてほしいなと思います。いいぞやれやれというふうに援護射撃をしてほしい。それが回り回って良い未来につながりますから。で、問題なのはここからです。まず CD の大量購入を今している他のアーティストを応援しているファンの皆さん、反応は2つに分かれると思っていて、一つは確かに CD 欲しくて買ってるわけじゃないから、他の形に変わるのであれば、そっちの方がありがたいよな、新しいアイデアぜひ示してほしいよっていう人で、もう一つは、私たちの愛の示し方にケチつけるんじゃねえと、うるせえ黙れ、気分が悪いぞと、そういった反応、まあこう思う人がいるのも仕方ないと思います。でもやっぱり提言の中で指摘されているように、CD の大量購入っていうのは2010年代に浸透してしまった、いびつなシステムから生まれた行動原理であり、アーティストやアイドルにとって、現在はもとより、未来に及ぼすリスクが含まれていると。まあこれはね、事実なので、腹立たしい気持ちはぐっと抑えて、ケチがつかないような、応援の仕方っていうのを考えてくれと。自分が応援するアーティストの運営に声を上げていただくっていうのが、回り回ってみんなの幸せにつながるんじゃないかなと僕は思います。で、最後に音楽業界の同業者、これも反応が分かれるかなと思っていて、よくぞ言ってくれた、僕も私も同じ問題意識を持っていたんだ、あなたが声を上げてくれることが追い風になるぞ、ありがとう、そういうふうに思う人と、俺たち私たちだって水面下でいろいろとやってんだよ、お前一人がいい格好すんじゃねえ、足並みを乱すなと、そういうふうに思う人、あとはお前のせいで俺たちの仕事が少なくなるじゃないか、どうしてくれんだ、ふざけんな、余計なこと言うなっていう人、まあ、大体この3つに分かれるんじゃないかなと思います。まあ、3つ目の人たちに関してははっきり言って引きずり下ろすべき古い人たちなので、ここと喧嘩になるのはどうしてもしょうがないと思います。まあ、やっぱり利益相反の関係性になってしまう人はいるので、そこは仕方ない。うまいことを懐柔するしかないとして、二つ目の人たちに関しては、うまくケアしていくべきだと思うんですね。ケアっていうのはどういうことかっていうと、音楽業界の問題について語るときに、業界人全員を敵だと思わないこと。現状を打破したいんだ、より良い方向に持っていきたいんだって思ってる人が音楽業界の中にもたくさんいるんだ、そういうスタンスで語ることだと思うんですね。スカイハイさんや BMSG だけをヒーローのように持ち上げすぎないこと、まあ、やっぱり彼の提言に対して抵抗を感じる人ってある程度いると思うんですよ。虫が良すぎるとか、うさんくさいとか、鼻につくとか、それもブランディングでしょ、打算的だとかね。なぜなら彼自身、そして彼が作り出した BE:FIRST をはじめとしたアーティストの活動っていうのが、これまで CD の売り上げ、ファンの CD 大量購入、推し活に大いに支えられてきた、今でも支えられているから。はっきり言いますが、スカイハイさんっていうのはアイドル的な構造の外で、世間や音楽愛好家に作品を評価されたことがないんですよ。アイドルラッパーというふうに揶揄されることはさすがにもうなくなっただろうし、彼の取り組みに感銘を受けている音楽愛好家や同業者はたくさんいると思います。でも彼にはアーティストとしての代表作っていうのはないんですよね。アイドル AAA、 AAA の日高さん、スカイハイみたいな、そのバックボーンみたいなの全部抜きにして作品が語られることって今までないんですよ。ファンの皆さんは、いやそんなことない、あの曲もあの曲もかっこいいし
ライブだって素晴らしいんだって思うかもしれません。でもその熱狂の外側にいる人から見ると、お前ファンに担いでもらった神輿の上ででかい顔できてるだけやぞってなっちゃうわけ。その気持ちはめちゃくちゃよくわかります。で、彼はもうその呪縛からは逃れられないし、おそらく彼自身とっくに腹をくくってる。僕なんかに言われるまでもなく、自分の立ち位置はしっかりと認識されていると思います。提言にもそれはにじみ出てました。スカイハイさんの、BMSG のアクションを支持する人たちは、スカイハイさんに対するお前が言うなっていうリアクションが集中しすぎないように、うまいこと彼を立てながらミッションを遂行していかなきゃいけないんです。どうしても YouTube の仕組み上、この動画を見る人の大半は BMSG、BE:FIRST、SKY-HI さんに好感を持ってる人でしょう。あなたたちにこの部分を伝えるっていうのが実はこの動画の肝だったりもします。僕も音楽業界がより良い方向に変化してほしいっていうふうに思ってるから、スカイハイさん BMSG のアクションに感謝してるし、賛同しているからこそマジでうまいことやってくれと、そういうふうに思ってるし、彼が持ち上げられすぎるっていうのは非常に怖いなとも思ってるんです。立場によって、今回の提言に対していろんな感情を抱く人がいると思いますけど、客観的に、俯瞰で物事を捉えていただいて自分の行動を決めていただきたい。音楽業界の中にいる人はもっともっと真剣に本気で、この課題と向き合ってください。今ひいきにしているアーティストのために CD を大量購入しているという皆さんは、だって仕方ないじゃないか、自分のお金の使い道は自分で決めるんだっていうふうに鼻から開き直るんじゃなくって、こんな無駄なことはやらせんでくれと、もっとより良い形で推しに愛を注がせてくれっていうふうに声を上げてほしい。そして音楽愛好家の皆さんは BMSG のアクションに関心をちょっとでも持っていただいて、一緒に緩い追い風を吹かせていってほしい。最後にこの提言に賛同するぞという皆さんは、スカイハイ BMSG に向かうヘイトの感情の原理っていうのも理解した上で、上手に音楽業界を変えていってほしいと、そんなことを僕は思っております。いかがでしたでしょうか。皆さんのご意見ご感想をぜひコメントで聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。